はい、ナオズです。今回紹介するのはネゴシティのアイスブレーカーシップ60062です。中には部品の袋が9つ、パーツ数は717個です。シールシートが1枚、そして説明書が6冊入ってました。それでは組み立てます。まずは条件セットと調査車両、そして犬ぞりを作っていきます。はい、完成です。まずはオレンジのサングラスをかけた隊員です。青色のダウンベストを着ててニット帽をかぶってます。足には短いスキーを履いてて、手にはチェーンソーを持ってます。ちなみにこんな風に両手で持たせることも可能です。こうやって持たせるとかなりリアリティ出ますよね。次に完全防寒の男性隊員ですね。オレンジのゴーグルをつけてます。3人目は女性隊員です。さっきの人と同じで完全防寒の服を着てます。短いスキーを履いてて、手にはピッケルと大型のビデオカメラを持ってます。結構本格的な感じしますね。続いて条件セットですね。おなじみの中に鉱石の入った氷の塊が2つついてて、白クマが1匹ついてます。稼働する部分は頭と足ですね。で、魚もついてるので、この魚をこうやって加えさせることもできます。それから雪と氷の壁がついてます。正面には青いクリアパーツを使った氷の壁があって、開けると中には銀色の鉱石が入ってます。またこういう調査現場を照らすためでしょうね。照明がついてます。次に調査車両です。結構小型の車両ですね。運転席周りが簡単に外れるので、ここにさっきの隊員を座らせることができます。車両はクローラー式でゴムでできてます。なのでこうやってとてもスムーズに動いてくれます。前にはブレードがついてて、上下左右に動かすことができます。またこの照明の角度も変えることができます。それから運転席の横には電気と、こっち側にはチェーンソーの替え刃がついてます。なのでこの人が持ってるチェーンソーの刃を交換して遊ぶことができますね。さらに一番後ろにはフック付きのチェーンがついてるので、そのフックをさっきの氷の壁の上の部分に引っ掛けて、そのまま前に進めればこうやって氷の壁を壊すことができます。チェーンの上には荷台があるので、ここにさっきの氷の塊や氷の壁の中にあった鉱石を乗せることができます。で、もちろんこのまま走ることが可能です。で、運搬先に移動したら荷台を傾ければ荷物を下ろすことが可能です。そして犬ぞりです。他のセットにもついてましたけど、犬とても可愛いですよね。
で、ソリの一番後ろに操縦するスペースがあるので、ここにさっきのこの女性隊員を立たせることができます。ちなみに持ってた道具や履いてたスキー板はこの箱の中に入れておくことができます。これでなくならないですね。前方の犬たちとソリはボールジョイントでつながっているので、こうやってとてもスムーズに動くことができます。それでは続いて簡易基地とヘリコプター、そしてスノーモービルとコンテナを作っていきます。はい、完成です。まずはミニフィグです。一人目は研究者っぽい男性ですね。白いジャケットを着てます。また手には虫眼鏡を持ってます。二人目はヘリコプターの操縦士です。防寒タイプのフライトスーツを着ててヘルメットをかぶってます。三人目は緑のゴーグルをつけた隊員です。完全防寒の服を着てますね。手には小型の斧と長いレンズのついたカメラを持ってます。続いて簡易基地です。とても小さな建物で部屋は一つしかありません。入り口付近にはデッキブラシやスコップ、それからスキー板が置いてあって、正面の扉をこうやって開けることができます。さらにサイドには窓が4つ並んでますけど、この窓の部分をこうやって開けることができます。もちろん反対側も同じように開きます。簡易基地ということで、中には研究機材が置いてありますね。コンピューターや顕微鏡みたいなものも置いてあります。また入り口付近にはボックスがあって、中には宝石が入ってます。なので保管庫みたいな感じだと思います。ちなみにさっきの研究員を立たせるとより研究室っぽくなりますよね。次にヘリコプターです。サイズ的には小さいんですけど、この辺りしっかりしててなんかかっこいいですね。また風貌の感じも面白いですし、中の椅子もちょっとこだわってる感じしますね。パイロットを乗せるとこんな感じになりました。それから操縦席の後ろにはフックのついたウィンチがついてて、つまみを回すとこうやってフックを上げ下げすることができます。メインローターはブレードが2本のタイプで、テールローターもちゃんと回ります。続いてスノーモービルです。ミニフィグを立たせるとこんな感じになります。それから輸送用のコンテナです。2つあって、中には箱が入ってます。その中にはこっち側にはツルハシが入ってて、こっち側には探知機とグラインダーが入ってます。
で、コンテナの上には輪っかのあるアタッチメントがついているので、この輪っかにヘリコプターのフックを引っ掛ければ、こうやって持ち上げてこのまま運ぶことができます。で、到着したらフックを外せば OK ですね。また付属品として背の高いアンテナがついてます。このアンテナ、こんな風に回すことができます。アンテナの根元にはガスボンベと箱がついてます。この箱にはさっき持ってた斧やカメラを入れておくことができますね。それでは最後にアイスブレーカーシップ砕氷船を作っていきます。はい、完成です。まずは砕氷船の船長ですね。調査隊のジャンパーを着てて帽子をかぶってます。そして砕氷船です。ブリッジは横に少し出てるんですけど、意外にスマートですよね。全長は42センチで、船底は一体型パーツなので、このまま水に浮かべることができます。またサイドの一部分が少し横に張り出してます。先端には錨がついてて、こうやって引っ張り出すことができます。で、戻すときはこの部分を回せば、こうやって巻き取ることが可能です。それからその巻き上げ機とブリッジの間をこうやって開けることができます。中にはエンジンみたいなのがあります。船のエンジンって結構後ろにあるイメージなんですけど、多分エンジンですよね。で、ブリッジの屋根にはスピーカーやレーダーみたいなものがついてます。で、屋根の真ん中の部分がこんな感じで開きます。中にはコンピューター類が並んでますね。ハンドルと椅子もあります。座らせるとこんな感じになります。ちなみにこのブリッジ内部はだいぶ広くなってるので、他の人を立たせたり物を置いたりすることもできそうですね。ちゃんと外の窓からも船長さんの顔が見えますね。そしてこのブリッジ部分をこうやってごっそりと取り外すことができます。中にはベッドが2つあるので、こうやって2人寝かせることができますし、この状態のままブリッジを戻すことができます。ちなみにこの時サイドの窓から中に寝てる人の顔を確認することもできます。
そしてブリッジの後ろには大きな煙突があります。パワフルな感じがしてかっこいいですね。またその後ろの両サイドにはしごがついてます。これはこんな風に上げて回して垂らすことが可能です。もちろん反対側も同じように垂らせます。砕氷船なので氷の上に降りれるようになってるのかもしれないですね。さらにそのはしごに挟まれる形でスペースがあります。このスペースにはさっきの資材コンテナを詰めるようになってます。なのでヘリコプターを使っての荷下ろしができますね。そして一番後ろにはヘリポートがついているので、ここにヘリコプターを着陸させてそのまま固定することができます。この状態で上から見るとこんな感じです。結構充実した装備ですよね。このセットのパーツ数は全部で717個です。以上、レゴシティのアイスブレーカーシップ60062を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。